お邪魔隊。この番組は八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日から金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各町内会にお邪魔し、その地域の自慢をご紹介します。こんにちは、第一級です。昨日から諏訪三丁目町内会の友好クラブ節部内仁助さんのご自宅にお邪魔をしてお話を伺っております。町内会長の泉山さんも一緒にお話をしてくださっております。本日もよろしくお願いします。お願いします。こういう節部内さんみたいな方がいらっしゃると町内会長さんも心強いんじゃないですか。そうですね、諏訪の町内会のメンバーが年の取った方っていう対象になってますけども、はい、私自身も60前、今現在ちょっと超えたんですけども、前に加入しておりました、この友好クラブに、はい、たまたま前の会長さん、先代その前の会長も活発な方でございまして、はい、すぐ誘われまして、その町内会として非常に助かっているのが、たまたま我々が公園の管理を役所の方から受けて掃除なんかやってますけども、はい、それに率先してこの友好クラブという方が出てきてくれて、例えば草刈り、もちろん清掃から、先ほど会長さん言ってましたトイレの清掃ですね、掃除なんかこれも毎週もう順番にやってもらってるんで、非常にこう助かっておるというのが現状でございますね。我々の町内会としてはそのおかげですね、体力増進ということでグランドゴルフを毎月開催していると。この辺にはですね、年齢差もあるもんですから、あまりこうルールは厳しくなく、まあ好きなような打ち方でやっています。だいたい冬の期間は活動はあんまりないようですね。まあ、冬場はちょっと休んでいます。そうですね、はい。まあ、冬場の関係なんですけども、はい、今回私が役所の方からお世話になりまして、その雪の除雪の機械、まあ、夏場というか草の生える時は除草機っていうんですか、はい、あれもたまたまいただきました、はい、で今回冬場を利用してですね、その子供の歩道をですね確保したいというのが、たまたまここに柏崎小学校っていうのがすぐ近くに移ってきたんですよ、はい、あそこから移ってきてということなんで、ちょっとこれもやっていきたいなと、冬の場面で、はいはいはい、で確保したいという歩道のですね、うん、それをやりたいなと思っては町内会としてはそう考えております、はい、もちろん友好クラブの方にもお願いしなきゃならないのもあります、うん、なんか前会長と今の会長さんと連携プレーがとってもうまくいっているような感じを受けるんですけど、まあそうですね、実際に友好クラブの今会長さんも前会長でございましたんで、うん、実際町内の内容っていうのはほとんど分かってますから、はいはい、もちろん逆に私の方が聞いてる方が多いんじゃないかなと思ってます。少し若い人もあるんで、動きは少し早いと思います。泉山会長の方がね、はい、まあ、そうですか。でもまだ若い者には負けたくないですよね。そうですね、まあ、私であればですね、今までのその連絡の仕方、まあ、会員に伝わるようになって、まあ、回覧板でなく興味ある解放をいうことの前々からの希望だったんです。これは節部内さんがお作りになってるんですか。はい、私パソコンで前からやってるワープロで打って、隣に写真を貼ってコピーをするというようなやり方でやってます。こういう連絡の仕方で持ってやるもんだから興味を持つんですよね。町内会であればですね、ある程度それこそ回覧という意味合いで、まあ、項目もあれば、まあ、なかなかこういうふうな連絡の仕様はできないかと思いますけれども、これは私会員全部に配るというようなことでですね、2年目ですけれどですね、まあ、こういう毎月出してるんですか。いや、なんかあった時旅行があるよ、グランドゴルフがあるよと
忘年会があるよということでこう遊びの時にね、はい、年齢は七八回出してるんですからね。さて実は節目内さんのもう一つの顔があるんですが、それについてはまた明日ご紹介をいたします。本日は諏訪三丁目町内会にお邪魔をしております。三丁目町内会の友好クラブ会長節目内仁助さんにお話を伺いました。また現在の諏訪三丁目町内会長の泉山さんにもご同席をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。突撃八戸お邪魔隊ってか。続いてはイベント広報隊のコーナーです。このコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します。今日のこの時間は1月2日八戸ポータルミュージアム八地1階八地広場で開催された八地のお正月イベントの話題です。このイベントは八地ができて初めてのお正月を迎えるにあたり八地や中心商店街そして BFM と共同企画で開催されました。オープニングを飾ったのは市内の実践空手道武部道場の皆さん。空手の演舞に加えて瓦割りでは場内が緊張に包まれていました。昨年度は震災等々の影響で活動も半減していましたが、今年はまた毎日学校を出して従来通りにですね、試合バンバン、その他演舞等々多く、こなしてまいりたいと思っておりますので、どうか続いて行われたのは八戸を拠点に活動する2つのスポーツチーム、アイスホッケーアジアリーグの東北フリーブレイズとサッカー東北社会人リーグバンラーレ八戸 FC のお正月対決。お正月らしく書き初め、カルタ、そして羽根付きの3本勝負でした。この試合はあっち向いてホイの延長戦までもつれ込み東北フリーブレイズが勝利しています。12時から行われたのは BFM でも放送中の番組おもしろ南部弁講座の公開生放送イベント。マサヤの坊さん、大立富子さん、ゲストに東海中越さんをお招きして行われました。何のために使っているかというと本当にね、この今僕らが使っている南部弁がほとんども使われなくなってきている。自分たちのご先祖様が一生懸命作ってきた面白い楽しいことがいっぱいありますから、ぜひ使って行ってください。使っていきましょう。1時から登場したのは橋上出身で東京で音楽活動を行う2人組音楽ユニットビー玉。今年も音楽で八戸を盛り上げてくれることでしょう。2時から行われたのは豊漁神楽の一斉ハウチ。最上神社の豊漁神楽、今年は八地から中心街を一周する一斉ハウチに出かけました。最後に行われたのは今月15日に第5回八戸市長杯カクテルコンペティション大会を行うカクテルショーのプレイベント。創作カクテルのクラシック、ボトルやシェーカーの曲芸的なフレアなどのパフォーマンスが披露されました。この日はお天気にも恵まれ、八地そして中心商店街のお振る舞いイベントにも多くの方が訪れていました。以上イベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。